嵐の街道放浪記、今回は埼玉県は狭山市にあります飛鳥狭山店さんにお邪魔しております。今ちょうどですね、建物で隠れて見えないんですけれども、本日は遠くに綺麗に富士山が見えるほどのもう超快晴ということで、実践の方もですね、雲一つない快晴な展開で解消できるように頑張っていきたいと思います。それでは今回も早速行ってみましょう。今回嵐くんがお邪魔するホールは埼玉県は狭山市にあります飛鳥狭山店さんです。スロット280台、パチンコ360台、駐車場650台の大型店。2017年に入って早いもので今回が3回目。1勝1敗と五分五分の成績の嵐くんですが、今回は勝って勝ち越したい。それでは実践スタートです。おはようございます、お願いします。さあ開店ということで、まあ一応事前にですね、設置中のラインナップは見ているんですが、まあ一面台数が多かったのが外線ということで、まあ外線に力が入ってそうな外線を朝から打つのも面白いかなと思いつつ、まあ結構ですね、最新台に加えてちょっと古めの機種を再導入してるという情報があったんで、だったらちょっとあれを打とうかなっていうのがあるんですけど、どこにあるのかな。増大されてんですよ。カメラマンさんが不安そうな目で俺を見ております。ただまあ昨日も一昨日も結構出てるんで、まあなかなかスーパーリノマックス自体が設置がリノに比べるとちょっと少なめで、まあ設定を狙える機会っていうのもそんなに多くないなと思うんで、今日は僕はこの台でちょっと勝負かけてみようかなと思います。さあそれではスーパーリノマックス、こちらを打っていこうと思うんですけれども、で一応ですね、僕の中ではその3択に備えたアラシステムっていうものがもう常時発動されておりまして、それが、3択ゲームが到来したら、まあ、僕はトマトチャンスで、まあ、俗に言わせていただいてるんですけど、その3択のチャンスが来たら前ゲーム左リールの見える範囲にあったその3択絵から、例えばこの状況であれば次ゲームは緑7を左に狙うで、基本的には変則打ちで消化していくんですけども、緑7が左に止まった時だけ順押しを楽しむっていうのが僕のスタイルです。で順押しした場合はこの右リールに止まった絵柄を次は3択の指針とするので、例えば次ゲームでトマトが中段ないし上段に止まったら今右リールに赤7が止まってたんで左リールに赤7を狙うという打ち方で、まあ、ある種自分の中でルールを決めた決め打ちですね。3択の挑戦ゲームでどれを押そうかなって迷うのではなく、もうすでに指針を決めておいて3択チャレンジが到来したらそれを狙うというやり方で、まあ、3択を楽しむという形になっております。これが一応僕の中でのトレースシステムという、左リールの絵柄を次ゲームトレースするっていうシステムを一応3択あっての楽しみ方として採用しているという形になっております。ただ、例えばですね、こうやって話してたらパッて3択チャレンジトマトチャンスが来て、あれ前ゲーム左に何飛ばすだっけっていうこともよくあります。その時は、緊急トマト迎撃システムっていうのもあるんで、今がまさに多分チップが止まってたはずなんですけど、こういう時もし忘れていた場合はこの今枠内に止まってるのが、トマト絵柄がキラキラしてるトマトとそうでないトマトがあるんですけども、もし左リール狙うべき絵柄を忘れていた場合はこのキラキラしてないトマトを入賞ラインに狙う、これが緊急トマト迎撃システムです。まあ、そういうのもいろいろ考えながらやってるんですけど、多分僕の記憶が確かであれば下段にチップが止まってたと思うんで、今回も、入賞ラインが下段なので下段にまずはチップを狙って、でこの時点でチップを蹴ってますから、もう下段コイン揃いはトマト揃いとなります。なので右リールはコインをこぼさないように赤7付近を狙ってコインが消えろ、消えた場合はこれトマトが揃うと。何ですかこの幸先の良さは。特殊一枚役がもう速攻で成立した上に3択を制するっていう、やばいです。今日は富士山の、いや富士山のようなスランプグラフじゃまずいですね。最終的に落ちてきちゃって、もう天に昇るようなスランプを描くかもしれませんよ。
まあ、これでですね、ここからは2ゲーム間2枚掛けの払い出しの2枚、要はコインの増減がないボーナスを消化して、内部的にモーダスが今立っていない真っさらな状態になったので、このチャレンジタイム CBB が成立する前にいかにこのビッグを引けるかっていうのがボーナス高確率状態連チャンの基本になると。では行きましょう。で、連チャンを消化するときはマックスベット1回台の真ん中を2回触るっていう僕のルーティーンを仕込んでから連チャンを消化するというのが僕のルール。で、高確率状態はとにかく出目が面白いので、あの順押し、中押し、逆押しを、まあ、それぞれループさせながら打っていくという形にしてます。しびれる出目がいっぱいありますから。で、ある意味しびれちゃうのはこの出目ですね。この時点で、下段コイン揃いもしくは転落目、いわゆるピンチ目ですね、ボーナス高確率状態が終わってしまう可能性がある出目で、まあ、これはもうあの逆押しの場合はポンポン、中押しの場合は左右っていう風にもう押し順決めて何も狙わずに打っちゃいます。で、この時点でスーパーリノマックスの場合は転落のピンチ、転落割合が大体8分の1ぐらい、まあ、あの通常のリノに比べて落ちづらいんで、まあそんなにビビる必要はないです。こう簡単に落ちられたら困るんですよっていう話なんで。ただこのピンチ目が出た後、これリプレイ確率が、内部的にこの CBB がストックされている状態、要は成立してるけど揃えられないよっていうボーナス高確率状態じゃない時っていうのはリプレイ確率がすげえ上がるんですよ。でやばいんです、これ転落目の後のリプレイ揃えは非常にやばい。ただまあまあたまたま出ただけっていう可能性もありますから、一回出たぐらいでビビってちゃいけない。おおピンチかなと思いきや、これ見てください。まあ実際の入賞額は、下段リプリプトマトなんですけども、上段でこのコインが揃ってる、これ向こうラインのリーチ目です。向こうライン子役揃いのリーチ目。さあ、あとは、まあ、ビッグ変更型なんで普通にビッグを引いてくれてることを祈りながらビリと止める。で、ボーナス中なんですけれども、上段コインを数えるための手順を、ご紹介しています。まずはこれはもうどんな時でも共通なんですけども、中段にリプリプレモン、まあ、ドレブックですね、これが止まるまでは必ず緑ならリプバーを左に狙いましょう。このシットっていう役をこれで持ち越したことになるので、この持ち越し状態のになると、13枚とか揃うようになる、高確率で揃うようになる。で、この後なんですけども、基本的には、変則値で適当値で消化すれば普通にあの目を知らずでピンクの獲得枚数が取れるんですが、上段コイン揃いを数えるためには同じように左リール7リップバーを狙って消化しながら、あのシフト持ち越し目が合っててから、終了までのゲームもカウントしていく必要があります。なので1ゲームずつ狙いながらカウントしていって、そのボーナス消化中に何回上段でコインが届くかっていうのをカウントしていく必要があります。いきなり255枚飛んだ。さあ、ここからはまた普通に高確率状態を消化していく。早く早くと思いながら、あ、で順押しした場合はこの右下がりレモンテンパイ外れ、まあ、あの右下段にですね三択絵柄が止まるっていう形になるんですけど、これがピンチ目になります。まあ大丈夫っしょ。早くない？やめてよ。おお、こういうことですよ。これがリノの醍醐味、ビッグ2画目です。いやー気持ちよかったです。まあ、やっぱリプレイがちょっと頻発しちゃうと怖いんで、転落目が出てなかったら逆にどうしようかのチャンスでした。転落目出た後のリプは本当に危ない。345枚を超える、まあ、346枚でボーナスが終わる、一番ちょっと少なめな獲得枚数が少ないパターンになっちゃいましたね。まあしょうがない、コントロールはできないんで。イエス、この出目がまたスティキングなんですよ。これ下段レモン以上
になるんですけども、下段レモン揃いだった場合でもボーナス期待度が9割近くありますから、スーパーリノマックスも9割ぐらいあるよな。まあまあとりあえずあんまりガセらないの でもちろん下段レモンを否定すればもう2角です。これリーチメリップですね。中段でコインが揃うリーチメリップになります。これはもう同窓戦確定です。いいですね。しかもビッグ先行。せめぎ合いがまたちょっと楽しかったですよね。うん、ピンチ目でございます。ああ、これは一瞬まだいたんじゃないかっていうレベルに見えるんですけど、これ右レール下段にリプレイが止まった場合はこれ特殊1枚役なんで、まあ、左レールの3択を外した特殊1枚役という形になります。だから今このケースだった場合は赤の中チップを狙っていればトマトが揃ってた可能性が高いですね。もちろんCBB が成立次第ボーナス確率状態も特殊1枚役が出ることはあるんで、普通の確率で抽選されてますから、まあ特殊1枚こぼし目が出たからといって転落してるとは限らないんですけど、さすがに落ちてるんじゃないかなこれ。なんもなんでも、そして今速攻で復帰するチャンスを逃したという形になりましたかね。どうしよう、ちょっと迷っちゃうな。一回角に移動してみようかな、せっかくだし。ちょっと左に移動してみます。さあそれではスーパーリノマックスを2台目ちょっと打っていこうと思います。1台目はですね特殊1枚役がポコポコっと落ちたんですけども、ちょっとボーナス中の内容が悪かったので、まあとりあえずこっちも触ってみようということで、まあもしかしたら1台目に戻るかもしれませんし、他の機種打つかもしれないんですが、まあ、ちょっと様子見つつ打っていこうかなと思います。おー来た、早いですね。特殊1枚役が成立です。これ1角です。特殊1枚役1角で、また、左リールマイゲームはチップが下段に飛ばしたのでそれをトレースと。これうまくいっちゃった。今日は怖いよ俺は。ダメでした。まあこれの繰り返しになります。お来ました。くしくもまたチップですね。今日はチップが多い。でこの時に右から打つと、まあ、コインかトマトかがもう右で分かっちゃうんですけど、僕はそれをやらない派というか、コインでもドキドキしたいんで先に左から狙います、うん。まあ、もちろんここにチップがビタンと止まっちゃったらその時点で外したことが確定するんですけど、ここまで来るともう3択正解かコインなんで、これがまたこう絞るのが結構面白いんです。絞っちゃいます。ちょっとコインだけはこぼしたくないので、ちょっと早かったかもしれない。でこうなった時に枠下に何がいるかですよ。でもいいですし、これいきなり外して音で楽しむっていうのもできるんですけど、今回はちょっと絞って見ていきましょう。おっ、皆さんこの歓喜のリプレイ、すなわち飛ばそ揃いでございます。この青が見えた瞬間が最高に嬉しい。よし、今日は当てられてる。連絡目が出る前のリプレイはむしろ喜ばしい。そしたら出ちゃう。大丈夫、そう簡単に落ちないですから。ほら落ちてないんですよ。また出ちゃったけど大丈夫。やだやだな。なんでそういうことすんのよ本当に。やめろ。よし、よかったです。転落2連発の後のリプレイちょっと怯えましたが、しっかり落ちてなかったと。よしよし、
いやただ上段ポイントでは出ずですね。ちょっとサンプルを取りたい。いやこれ落ちたら悔やまれる。あ、痛い痛い痛けど痛けどもですね。おお危ない。で今これ2分の1にクリアして2分の1をクリアしてこれ揃ったんですね。これが揃わずに内部的にストックされちゃうと攻撃状態終了なんで、これはラッキーです。アップレ危ない。ルーティンを仕込み直してやり直し。いやですよねこの1ゲーム目とか本当あるからな。回避した1ゲーム後に転落とかほら管理してください。あいたいたけどボーナス当てようぜ。ボーナスをダメくせえ。うわダメっぽいっすねこれ。諦めますかこれは。切ないですね。反発受けはちょっと切ない。まあ当たっただけマシですけど。結局特殊一枚役は落ちずで、このターンになってから、まあ、430これで1ゲームなんですけど、まあ、特殊一枚役は 1回でトータルで見ても581ゲームで、3回という形になってるんで、まあボーナス1回しか消化してないんですけども44ゲーム消化して、上段コインもなかったですし、まあ、とりあえずこの台はここで一旦見切ります。2代目のリノで持ち玉を全て飲まれてしまった嵐くん。でもまだ投資は2000円、まだまだこれからと後半戦の前にいつものあれ言っちゃいましょう。嵐のご当地モノ放浪記。今回は、実践ホールの飛鳥さんがある狭山、狭山のご当地モノということで、コロッケをいただこうかなと思うんですけれども、まあ私あのコロッケ非常に大好物でして、まあ、あの生まれてこの方コロッケばっかり食ってきたっていうような一面もあったりなかったりするわけなんですけれども、まあそんな中でも今回僕初めてですね、今回のご当地コロッケなんですが里芋のコロッケと。里芋のコロッケ、まあ芋コロッケといえばやっぱりじゃがいもっていうイメージがありますから、里芋のコロッケはちょっと初めていただくんですが、まあ、今回ですねあの非常になんかあのサービス旺盛な、まあ、ご夫婦がやられてるお店でちょっとこの里芋コロッケ買ってきたらしいんですけど、あのお稲荷さんくれたりとかいろいろあのいただいてきたみたいなので、とりあえずまずはこちらが里芋のコロッケということですので、まずはソースをつけずにいただいてみようかなと思います。いただきます。うん、なんかうまい。あのじゃがいものコロッケよりもきめが細かいですね。だからすごくあのほろってこう口の中でほどける感じがあのすごく食感として、あ里芋のコロッケなんだなっていうのを実感できます。であのこれ自体にも結構あの下味としてお味がついてるので全然ソースかけなくてもいけちゃいますね。うん、あとやっぱちょっと里芋のこのきめの細やかさの中にあの噛めば噛むほどちょっと粘り気も出てきて美味しいです。じゃあちょっとソースをかけていただいてみましょうかね。せっかくなんでこんなもんかな。はい、いただきますけど、うん、やっぱソースの相性は抜群でございます。うまい。うん、おいしい。これわちょっとハマりますね。うめえ。であとこれがかぼちゃかな。ちょっと食べてみようと思います。あ僕の大好物であります。これはカニクリームコロッケですね。
うめえ。なんかカニの風味がほんとしっかり詰まってて、里芋コロッケのご紹介なんですが、普通にうまい。カニクリームも、まあ、僕ちょっと直接買いに行ったわけじゃないんですけれども、作ってるからの人柄、優しさがこのサイズと味ににじみ出てるなと、完全にこちらのお稲荷さんはサービスでくれたって言ってましたから、こっちも食べなって言ってくれたらしいんで、そちらもいただいてみようかと思います。柚子が効いてすごいあっさりしてます。あ、うまい。まあ、言うてもお稲荷さんもお揚げですし、揚げ物にお稲荷って結構どうなんだろうっていうか、もっとこってりするのかなと思ってたんですけど、これ柚子が効いてるおかげで、このこってりとしたフライを食べた後にいただく、これ最高ですね。おいしい。まあ、さやも自然も多いんですけど、自然に囲まれながらうまいコロッケとお稲荷さん食うってのはもうビクニックじゃないですか、完全に。里芋コロッケもう一個ぐらい買ってきておいてほしかったなっていうぐらい、ほとんど里芋コロッケの解説をせず、食レポをせずに他のものばっかりいっぱい食べちゃいましたけど、まあ本当に里芋コロッケ、コロッケ好きな方は非常に新食感で、多分家でも作れる、簡単に作れると思うんですけど、まずはですね、この狭山に来て本場の里芋コロッケ食べて、新たなコロッケワールド皆さんも開いていただければと思います。非常に美味しかったです。650で、今日は217、まあちょっと変更だった場合天井遠いんですけど、まあ据え置きだった場合は600円ぐらい天井、ルイボスシアリエスっていうのもあるかもしれないけど、あとはこの台が普通に旗当たりが軽い感じなんですよね。回線がやっぱ16台あって、まあ、このホールの看板機種であることは間違いないと思って、でそんなになんか入ってなさそうな雰囲気が別に特にない、普通の初当たりだと思うんですよね。これだけちょっと、まあ、もしかしたら SGG とかかもしれないです、赤7かもしれないですけど、この2回の当たりに関しては多分、まあ、獲得枚数もそんなに突出して多いわけじゃないんで、普通の当たりだと思うんで、よろしいですね。今年入ってからちょっと外線が調子いいもんで、ちょっともうスーパーリノマックスから外線とかもう頭おかしい人の立ち回りかもしれないですけど、ちょっとやってみます。さあ、というわけでスーパーリノマックスをやめて、まあ、初当たりが良さそうな凱旋に移ってまいりました。まあ、累計ゲーム数が881ゲームになってるんですけども、これは多分 GG 中のゲーム数もカウントしてという感じに、まあ、履歴見る限りではなってたので、現状だと多分500回ってるぐらいで初当たり2回引いてる台なんで、まあ、とりあえずその初当たりの良さをキープしてくれればいいなというふうに期待しながら、ちょっと設定狙いの意味で打っていこうかなと思います。お、スーバサミ中ゼロ、あー天国準備上がってるっぽいですね。おお、マジか、もう右上がり転廃したぞ。これはガセで転廃する可能性もかなり低めなんで熱いです。ただ炎だからな、お願いします。あーそう、熱いんですけどね、右上がり転廃、斜め転廃熱いんですけどね、15周の。そして、天井までのゲーム数はなんでなんでチャンス目が出てんの。
さっきの中段リープで準備に上がってる可能性が。やめろよ、なんでいつもこうなんのよ、やめろって。落ち着け。だもう100ゲームはもちろん切ってますし、あと80ゲームぐらいなんですが、ここに来てですよ、ここに来て急に上位モードをスタする。やはり油断ならねえこの台は。なんでいつもこんな追い詰められるんだろう。天井手前はすんなり行ったことがほとんどないですよね。もう数えるほどしかないです。だいたいこうなってる、いつも。やめろっつって。何にせよまずは到達しないことには話にならないわけですから。いけた。あー浮いてる。やめろ、やめて、マジで。ただまあ天国準備で当たるっていうのは相当なレアケースなんで、これで天国ショートに上がったとしても当選まで手こずってくれれば全然到達しますから。やめろ、あー怖い、やめろよ。やったー、あー怖い。セーフでしょ、今のガスだもんね。もうちょっとマジやめてほしいわ。いい、いいよ、リプレイとかいいから、いいよ、いい、いいよ。あーよかった。 G ストップの方が今はいいから。あー危ねー、危ないよ。もう行ってるはずなんですが、一応ね見た目上ね超えないとねちょっと不安だし。もう大丈夫です、もう1580なんで。V、 あとはもう V ですよ、カモン V。ああもうちょっとドキドキする時間が欲しかったんだよな。とりあえずあとは救済って出るのをまず見てですね。あーブルーレジェント、これかな、イエローバーニングでもいい、頼む。ああそして熱い、これ別にステージ移行してもいいわけですし、何か引いてたら何か引いたら OK ですから。よし、50%の壁を超えました。私はさあ、あと何連するかですよ、これは。やったー、よかったまあ獲得枚数は次セットで取り返しましょう。ここで V とかそろそろしな、まず景気づけに早いし3だし。欲しい、セット数差が欲しい。ああどうぞ、ここはまあ素直に出てきてお願い、お願いします。揃ってくれてよかった今のは。よし、もう一丁、
もう一度鏡お願いします。よしよしよし、これ大丈夫です、これ大丈夫なやつ。よし、ふぅ、ありがとうございます。安心はさせてくれないと。乗せたいっすね、乗せてこの結末をどんどん先延ばしにしていくっていうのが一番いいですから。少ないな。潜伏しますからね、ストックある時でも。まあ潜伏というか長い前兆が選ばれて G ゾーン抜けるっていう形になるんですけど、いやーここへ頼むよ。丘だな、音が。あとはまあ出てきてくれること、まあ普通に前兆 A と B でまあ2種類あるんですけど、長い方の前兆が選ばれてもおかしくないタイミングではあるんで、ここでツーテンパイしろ。よし、熱い。もうあの前兆始まってますから、さすがにいるでしょ。これはガスが出るタイミングではないんで。よかった、ギンガでも行ってその、大丈夫大丈夫ですか。よし、16ね、チーズを込みて、怖えよ。雨ぐれでも流れないかしら。お、とりあえずリップ2連状態でチーズゾーンへ。ここはリップを転倒させたい。下で大地並みのリップを。いや結構ありますね、まあ、このぐらいは平均連なんで、ここ超えれるかどうかですね。うわ、乗せしたいな。セットあたり50枚足んないですね。まあまあ通常時を経由してるのもあるんであれですけど、少ないな。この借りを返す前にストック借りたくない。半分は戻ってきましたよ、半分は。いやー、こんなに連チャンする久しぶりだ。おお、まだいる。いやー、これは嬉しいっすね。やっぱツボにハマるってすごいな、パチンパルーファー。ステージ以降の可能性はないわけですからね。ということは何か引いてる可能性がある。チェイチソン、ああ、そういうことですか。ありがたき幸せ。
いや、すげえもらってるループ。おお、金が来たー。これ、吹いてないっていうこともありますからね。いや、さすがに吹いてない。いや、すげえな、相当半端に超えるとこってる。レンちゃんが止まらない嵐くん、どこまで伸ばすことができるのでしょうか。いやちょっとあれなんですよね、割と時間がかなりヤバめになってきました。このヤバめになってきた時こそ乗ってしまうっていう発露七不思議が今俺に襲いかかってる感じですね。聞けば何やら嵐くんの終電が差し迫っているようです。これがラストラン。計算違いでここで終わってもいい。でもとりあえず V は揃ってないんで、ここで終わる可能性あるぞ。というわけで、まあ、残念ではありますが、ここでタイムアップということになりまして、私の方は、時事23セット、まあ、見た目上では1セット残しての終了と。ただきっと、残してしまったのはこの1セットだと信じて、あの気持ちよく今回は終了したいと思います。何にせよ大勝利です。逆転、はい、ありがとうございます。結果は6480倍ということで、本当に今日は山あり谷あり超山ありみたいな実戦になりました。びっくりです。激動の埼玉編エンディングでございます。まさかこんなことになるとは、私もそしてもしかしたらお天道様も思ってなかったかもしれません。朝からですね、まずはまあ、再導入というか、まあ、ちょっと新台として導入されたスーパーリノマックスを売って、まあ、1台目2台目と、早くですねトマト揃えることができまして、今日は何か起きるんじゃないかなと思ってたんですが、結局ちょっとあの出玉が飲まれたところでどうしようかということで、このホールさんで、まあ、エティキ ART 機の中では一番台数が多かった、ミリオンゴと神々の凱旋、そちらに移動してみたんですけれども、まあ、ちょっとやっぱり安直な台選びをしちゃったかなと、中盤は非常に後悔もあったんですが、なんとか、天井手前の嫌がらせ準備以上これを乗り切りまして天井に到達と。で、1セット目でいきなりポセイドンステージへの移行もあって、これはなんとか半分ぐらい戻ってくればいいかなと思っていたところ、まさかの取り切れずで終了でございます。まあ結構頑張って回して、最後ですねずっとセット数差が出てなかったんで、もしかしたら、まあ、23セット目で取り切れるかなと思ったんですが、やはり引きとはままならぬもので、私の左手ちゃんが暴走しまして最後外れ目で、1セット乗せて取り切れずという形になったんですけれども、
今までこういう取りきれないっていうのがなかったのもある意味奇跡だったのかなというような気もしますし、まあ、時間の許す限り回させていただいて、まあ、最終的には取りきれなかったというのも、まあ、これはこれで仕方ないし、まあ、旅先ならではのアクシデントということで、今回はいい方向のアクシデントが起きたということで、逆に喜ばしく気持ちもすっきり、実践の方を終了しようと思っております。まあ、何個残ってたのかわからない、ただそのパンドラの箱は開けない方がいいでしょうということで、1個残すということに今回させていただきます。で、まあ結果的にはですね、まあ本当に、まあ5万4000ですか、投資使っておりまして、絶望のところからの大大大逆転ということで、まだまだパチスロは夢があるなということを改めて実感した一戦となりました。まあ、今回はですね、身近な埼玉県、僕が住んでるところからも近いですし、まあ狭山市何度か来たことあったんですけれども、里芋のコロッケ、こんなうまいコロッケがあるんだなという新しい発見もありましたし、あとはですね、緑ちょうちん放浪記でお邪魔いたしました俺たちの炙り屋さん、まあ、非常に美味しかったですし、埼玉のうまいものと富山のうまいものが食える、まあ、素敵なお店も発見できたんで、また狭山に来ることがありましたら、そういったグルメを堪能しつつ今回のリベンジをできればなというふうに思っております。次は取り切ります。最後は恒例のあれで締めさせていただきたいと思います。嵐心の俳句、凱旋の天井製の青天井、凱旋の天井を狙う際には残り時間を考慮して皆様取り切れるように気をつけましょう。私も今後は気をつけます。それではまたお会いしましょう。さよなら。嵐の緑ちょうちん放浪記、今回は新狭山駅の、目の前に、目の前というか出口でちょっと左に歩いてもうすぐあるところなんですけれども、俺たちの炙り屋さんという居酒屋にお邪魔させていただいております。まあ、この辺のですね、町酒とか、あとは結構外で待たせていただいている時に、わあ、氷見産の寒ぶりが届いてるっていうような、まあ、富山県産の食材とかも結構多くて、まあ、さっきいろいろメニュー見て選ばせていただいたんですけれども、今回も非常に美味しいお料理とお酒に巡り合えるんじゃないかなと。そして早くもですね、私運命の出会いをいたしました。今回1杯目にチョイスさせていただきました、こちら天南山というお酒なんですけれども、これなんと埼玉県のお酒なんですが、五十嵐酒造ということで、元を正せば正せばたどれば、私とそしてラッシーと祖先が一緒である可能性がございます。という意味ではある意味親戚が作ったお酒と言えるぐらい僕にとっては馴染み深いお酒だと思いますので、これはスッと喉に入ってきちゃうんじゃないかなと思いつつ、早速一杯目いただきたいなと思います。とりあえず我々とそしてテレビの前の皆さんと一緒に乾杯させていただきます。乾杯。いただきます。うん、おお。これ一応紹介ですね、ただ辛いのではなく旨味を含んだ後味あっさり系のお酒、どんどんいっちゃいましょうという形になってるんですけども、まあ、確かに本当にその一口飲んだ瞬間は辛口のお酒です。ただですね、後味はもちろんあっさりとしてるんですが、まあ、どちらかというとその酒らしさが残った後味ですね。あ、なんか日本酒やってるなっていう感じがしますし、ただすごい癖がそんなにないのであっさりとして飲みやすいっていう、こう二面性を持ったお酒です。さすがは五十嵐さん、やっぱ違いますね、うまいよ。さあ、それではですね、私がお店の前から注目していたこちら氷見港で採れた、寒ぶり、まあ、今がまさに旬ですね。まあやっぱりこう関東で氷見港のこれだけ綺麗な寒ぶりがいただけるっていうのはもう文明の発展に感謝でございますけど、今回は、埼玉県産の小口醤油と、あとは富山県の、ちょっと甘めの醤油ですね、地醤油ですか、こちら2つ、お店さんが用意しているということなので、まずはですね、せっかくなんで富山と埼玉のコラボレーションを味わっていこうと思います。じゃあちょっといただきます。身がしっかりしてて歯ごたえいいですし、かといって硬さはなく、こう身を噛み切る喜びっていうのが味わえる、
いやタンブルやっぱ素晴らしいですね。アップラも乗ってますし、うん、合うわこれは合う。でちょっとこれはですよ、ね、血色の強い部分ですかね、ちょっと赤身の方ですけど、これではちょっと富山県産のちょっと甘めの醤油でいただいてみようかな。うわ醤油に油が溶け出す。いただきます。うんそれ合いますわ。うまい富山、富山、埼玉、うん、うまい。言うてもだって埼玉ってこう周りは海ないわけだし、それでこんなにやっぱりうまい寒ブリが食えるっていうのは本当現代人の幸せをかみしめる人なんですね。美味しい。さあ続きましては魚から牛へということで、こちらはですね我々にぴったりの名前でございます。埼玉県産ブランド牛夢見牛のローストビーフと、まあ、我々みたいに現実も見ずに夢ばっか追っかけてるやつらが食うべき牛ですよ。なんかね今これ実は2回目なんですけど、1回目の方がまだモノマネうまくいったと思うんですが、ちょっと鼻も詰まってますし早速いただきましょう。でこちらがですね、しかもここにお卵ちゃんが乗ってるんですけども、こちらも、埼玉県産の九頭竜という卵なんですが、これは後ほどしっかり味わわせていただきますので、ただこの埼玉県の埼玉県同士のこれ共演ですね、いただいてみようと思います。もう多分食わなくても分かります。うまいですうまいですけど、とりあえずいただきます。うん結構ローストビーフってあっさりとした味付けのものも多いんですけど、こちらの炙り屋さんのローストビーフは結構タレにしっかり味がついてて、もう素晴らしい。もう酒も合いますし、なんだったら白米お願いしたいかなっていうぐらいの勢いの、そのタレの濃さが牛の旨味を殺すんではなく甘みをすごい引き立てるんですね。で身自体もすごい歯ごたえはあるんですけども、硬くない、本当に食いごたえのあるローストビーフ。うまっ新狭山でしか味わえない贅沢と、その過言ではありません。うまい早くも埼玉県の皆様の優しさに私触れております。実はですね、この天南山をいただいた後に私こちらの喜八郎をいただこうと思っていたんですけれども、ちょうどですね向こうで飲まれていた、お客様がですねパチスロ好きだということで、僕のことを存じ上げてくださいまして、喜八郎一杯おごってくださいました。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。絶対うまいですね。うわこんな違うんですね、同じ酒造で。これは今までいろんな場所で行ってきましたけど、アフターで飲みたい酒です。これなんでかって言ったら癖がマジじゃないんですよ。天南山の魅力はある種はあの癖なんですね。その癖が全くなく体にスーッと入ってくる甘露のような味わいっていうのがこちらの喜八郎さんです。だから天ちゃんと喜ちゃんでだいぶ違うんですよ、本当に味が。川越の夜で、いや俺うまい日本知ってんだよって、え、なになに、え、久保田つ、ノーノーつ、久保田もうまいけど埼玉で飲むなら喜八郎つ、この後日本酒うまいとこ行こうよつ、え、なにこれすごい飲みやすい、お水みたいだろって、癖があるのは俺だけで十分だって言って、まあいろいろあるんじゃないかなっていう妄想です。スタッフさんドン引きです。やめましょうこういう話は。でも本当にそれぐらい万人が日本酒苦手な人でも飲んでほしいお酒ベスト10に入るぐらいの本当にすってないんですよ。さあ続きましては先ほども、ローストビーフですね。ローストビーフでいい仕事してました。九頭竜の卵、これ埼玉県産の卵なんですけど、その卵焼きですね、僕はもう卵焼きは大好物です。つまり1日に多分3個ぐらい卵を食ってるんで、毎日もう卵ばっか食ってるんですけど、九頭竜さんは多分初めてなんですよね、ちゃんと認識して食べるのが。いただいてみようかなと思います。あーうん
味が濃い。味が濃いっていうのは味付けじゃないでしょ。卵の旨味が濃いで、卵自体はちょっと甘い卵なんですね。あのこれ自体は味付けなんです。卵焼き自体は甘いですけど、この味付けられた甘さじゃない卵の甘さと風味が本当強くてうまい。いやもう埼玉うまいものがあるのはいっぱい知ってるんです。なぜなら僕結構埼玉いろんなとこ行ってるんです。あのまあいろんな仕事で本当にいろんなところ行かせていただいて、その土地土地のうまいものも結構いただいてるんですけど、狭山に来てまた一つ埼玉のうまいものを知り、そして富山との融合、さっきからこう周りの席からもあれうまそうだな、これうまそうだなっていう料理名が聞こえてきてるんで、それを頼みながら更けていく新狭山の夜を喜八郎とそして天南山とともに楽しんでいこうかなと思います。皆さんも良い夜を、そして川越に行ってもっと楽しみたいと思います。